吉田さんなんか髪薄くなってきましたね吉田さんねで私たちも私もねちょっと白髪がここの生え際に出るんですよですんで今回また1ヶ月に1回の染め毛に行ってきたんですけども今は真っ黒でしょちょっとだけ3歳ぐらい若返ったような気がしますうーんけどやっぱりね年を取るのは変わんないですよねまあ年を取る中でもなんていうんですかねこう 性的な意欲と機能だけは私はね、全然落ちてないんですけどね。<laughs> そっちの方は結構自信があるんですよ。まあ何の話をしてるのかっていうと、自分の内側を衰えさせないことは結構できるんじゃないかなと思うんですよ。新しい情報を手に入れたりとかね。あと、体をどんどん鍛えていくと、最近ね、ジョギングをしたりね、ダッシュとかができるようになってきたんですよ。であと、シャドーボクシングもやりだしたんで、 体が軽くなりましたね体が軽くなるのと同時に思ったことが2つあるのはあもうこのダメージは一生付き合っていくことになるなっていうものが分かってきましたあの何年か前に脱臼した後ってのはやっぱりねあの本調子じゃないですね70%ぐらいがマックスになりましたね力のこれはもう仕方がないかなと思いますうん そのする前よりも強くなるってことはなかなかないですからね今どっかこうシャドーボクシングをしてると引っ張られた感があってですねどうしても自分の思ってるパワーは出ないですねでもそのほかはまだ十分生きてるなって逆に思えるんですよフルマックスでいけるなと、うん、だからまあこうやって自分のコンディションを確かめながら無理できる部分と無理できない部分っていうのが見えてくるのかなと思いますねやっぱこう あもうこれは一生付き合っていかない,といけんなっていう風なねことが分かってでもう一つはまだまだできるところっていうのがありありとしてくるなってことですねだから自分がこれだけやったなとこの年になってもまだこれやってるなって思う部分は結構ね見通しが立つんですよ明るいというかね元気が出るというかうんだからメリハリ聞いて別に良かったなと思ってますね今はねさあそれでね私がね20代代のの頃に40代ぐらいの その当時サラリーマンをやっていましたけどもね上司に聞いた言葉があるんですよ。若いいいうちにいっぱいトライしておけとというのが年を取ると目が悪くなるから本を読んで勉強しようと思ってもね若い頃の本当にね半分とかね5分の1とかっていう速度とか意欲になってくるらしいんですよ。だだから一歩進むのものもすごく大変だって 大変なことがあるから分かるから余計に取り組もうっていう気持ちもなくなるっていう感じで前倒し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 ていろいろとやる気が起きてこなくなるんですよだから若いうちにいろいろやって吸収しておけばその若い時の頑張りが余力となって財産となって人生の後半を支えてくれるって言うんですよね私はまあ幸いまだ両目が2.0なんで本を読んだりこうやって サイトを閲覧したりとか全く困らないんですけども想像するんですよ。これで目が悪かったら確かにこの速度では本は読まないだろうなとかね。そもそも小さい活字ってのをたくさん読もうっていう気にならないだろうなと思うんですよね。だからこそ今また思うんですよ。体の機能が使えるやつを使っとかないといずれこれも使えなくなる。いずれあれも使えなくなる。ね、そう思ったら ちょっと性的機能戻りますけども、性的機能がね、まだ衰えてないと。しかも、実質、むちゃくちゃ使えると。これはいいなと思いますね。うん、なんかこう、わかんないですけども、男としてね、狩りをするマインドとか、パワーが、一部失われるってことだと思うんですよ、うん。だからね、なんかこう、もっとね、肉食でもっとがっついて、 もっとパワフルにビジネスも人生もこなしていけるんではなかろうかと思うところなんですよねなんかまだまだ若いのに負けへんでみたいないはっきり言って私ね20代とは言うかないけども30代前半のパワーぐらいに戻ってきたかなと思いますねもうこの顔と表情を見るばかりでしょもうね死んでないですよもうまだ行きますよ <laughs> まあこの気持ちがね 体を支えるし、さ、体が気持ちを支えている総合補完関係にありますね,ね。だからどっちかがダメになったら、精神がちょっとね、落ち込んできたら、肉体もあんまり動きたくなくなるし、そうなると肉体が精神を支えるっていう、この総合補完関係は逆にですね、総合足引っ張り関係に変わるんじゃないかなと思いますね。うん、というとこですか。じゃあ、いってらっしゃい。また会いましょう。